もうあっという間に1年が過ぎ去って365日で本当にすぐなんだなと思いました。もう10月半ばに差し掛かって今年も終わりに近づいてます。ちょっと早めのクリスマス、皆さん一緒に、空気感を味わっていただければと思います。高野市市川光と申します。一つに華やかな花火が必ず光り届きます。皆さんに思いを届けるようなシンガーソングライターになるためにこうして活動しておりますので、よかったら少しでも外でもいいので聞いていっていただき、そして少しばかりね応援していただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。では幕中さんのクリスマスソング聴いてください。僕のことだけをずっと考えていて